全然リラックスしてる。はい。いいですかね。はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。マジシャンの新しい KC と言います。お願いします。いきなり怖いんだけどすいません。ちなみにマジックって今までご覧になったことありますか。ないですか。YouTube の撮影で声かけられるのも初めてですよね。マジックっていうとどういうイメージあります？なんかこんなのあります？トランプ。あ、トランプ。OK です。じゃあトランプちょっと使うんですけど、最初は、じゃあお姉さんいいですか、はい、手をまっすぐこう伸ばしてグーしてもらっていいですか、はい、じゃあどっちかの手を指さしてもらって、どっちでもいいです。こっち。こっち。じゃあ手下げてください。ではそのまま残った方をキープしておいてもらって、うん、じゃあ最初ね、油性の方で、ごめんなさい、ペン使うんですけど、いいですか、ちょっと近くで見ておいてくださいね。手に、見えますかね、ハートを描きました。じゃあ、これ油性なんでもちろん取れないんですけど、このハートを、こうやって、こうすると、取れる。なんで取るの？そこ取れたハートをやると、今なんか感じませんでした？え、なんか僕触ってないですよね。ずっとグーしてましたよね。当ててもらって。やあこれ油性なんで取れない。え、待って、なんで？え？飛んでいきますよね。でもこれは、まあ、マジックなんですけど、僕が得意としているのがブレインダイブって言って、人の脳に潜り込んで考えてることを当てる。はい。ブレインダイブって聞いたことあります？ないですか。何でも当てれるんですけど、よくやってるのが初恋の相手の名前を当てる。自分しか知らないじゃないですか。初恋当ててよければ初恋でもいいですし、本名当てるとか、下の名前を当てるとか、何でもいいんですけど、ね、好きな食べ物を急に振ってもちょっとパッと出てこないかもしれないですけど、なんかこんなの当ててほしい、もしくはこれだったら分かんないんじゃないみたいなのがあれば、それは全然皆さんに相談しても大丈夫です。相談します。はい、します。パッと思い浮かぶのでもいいですし、全然これだったら分かんないんじゃないっていうのをじゃあ相談してきてもらって、お一人ずつですよ。はい、はい、はい、それ油性ペンなんで取れない。相談者がそう。決まりました、はい、じゃあどなたからでもいいんですけど、なんかじゃあお姉さんからですか。お題だけもらっていいですか。こんなの出てほしいみたいなのもしあったら。私のおばあちゃんの誕生日。おばあちゃんの誕生日。あ、なかなか分かんないです。ちなみにおばあちゃんの誕生日、間違いないですよね。はい、大丈夫です。おばあちゃんの誕生日、はい、これ僕がもし当てて、おばあちゃんその誕生日ちゃうでってなる可能性もあるかもしれない。大丈夫です。大丈夫です。多分、はい、OK。 じゃあちょっと読み取ってみたいんですが、さっき言ってたみたいにちょっとトランプちょっと使いたいんですけど、はい、トランプカード全部バラバラです。大丈夫ですかね。はい、混ぜて。普段右利きですか？右利きです。じゃあね、人差し指出してもらって OK です。直感でこれっていうのを、はい、あ、自分でいいです。もうこれってパッとタッチしてもらって、これってそれでいいですか。じゃあ2枚ぐらい持ってもらって、この後2枚ぐらい、はい、はい、まだ開けないでくださいね、はい、もちろん誕生日、おばあちゃんの誕生日、お姉さんしか知らないじゃないですか、はい、何月何日か言ってもらっていいですか。おばあちゃんの誕生日。
言っていいです言ったら分かるやんと思ってると思うんですけど僕知らないじゃないですか、おばあちゃんの感じ。何月何日か言ってください。本当なんですか。本当の僕嘘のは知らないですけど本当の誕生日7月2日です。7月2日トランプバラバラの中からお姉さんが直感で指さして取ってもらって、怖い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 、見たくないかも。取ったカードで一番上まず開けてもらって、怖い、うわー、7位、なんで、怖い、下のもう一枚見てもらって、意味わからない7月2日です。すごい、やばいな。一歩ずつ下がっ て, こっち来てね、はい、そうですよね。すごい、7月2日、じゃあお題決めました。はい、決めました。何決めた。犬の名前で、飼い犬の名前で今飼ってらっしゃる犬、はい、頭の中でそのワンちゃんこうちょっと遊んでるところを想像してもらっていいですか。はい、そうそう、こんな感じでこう撫でてる感じで、はいはい、何度も頭の中で呼んでみてほしいんです。何度も繰り返しそうそうそう、そんな感じ。メリメリってメリメリってなんかお題、初恋とか何でもいいですけど。じゃあ好きなアーティスト。アーティスト、歌手、なるほど。頭でイメージしやすいですか。はい、アーティストの名前ですね。名前、はい、はいはい、頭でイメージしてもらって、人よりも名前を文字でイメージしてみてください。こっち見てもらって。結構文字数が多いのかな。ちょっと。ほんまに怖いんやけど。最初はなんか男性っぽいグループっぽい見えたんですよね。でも僕があんまり、ね、分かんないっていうか、名前を口で言えますか。こう頭の中で繰り返し、名前は頭の中で。そう、繰り返し、そうそう、そんな感じ。そう、ストレッチ、ストレッチ残されちゃいましたけど、最後なんかこれだったら分かんないんじゃないとか当ててほしいみたいな。じゃあ今の好きな人の名前で。好きな人の名前、はい、OK、今で、なるほど、今で、はい、今で。最近会いました。会いました。目の前にその好きな人がいると思って頭で呼んでみてください。はいはい。
ちょっと待って。4文字。4文字。って怖っ。火が入ってます。はい。一回僕と手を合わせていいですか。目を見て。好きな人を想像して。はいはい。ちょっと一回紙に書いてみて。多分これだと思うんですけど、目を閉じてもらって、目を開けてください。一応確認しますけど、はい、僕たち初対面じゃないですか、はい、僕絶対知らないですよね、はい、お姉さんの今好きな人の名前、はい、じゃあ言ってもらっていいですか。キレヒロです。嫌やねん。これがオレンジタイです。かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです。こういうマジックをやってまして。やばいわな。ちょこちょこテレビも出させてもらってまして、これ YouTube のチャンネルなんですけど、いろんな人の考えを読み取るっていう。なかなかこれ実際にこう体験しないと信じてもらいにくいというか、読み取るだけじゃなくてお姉さん。自分で刺しましたもんね、はい、ここっていう、はい、なんでそこ刺したんですか。直感で。直感で、はい、なるほど。推しのグループずっと頭でイメージしてました。ずっと最初はなんか人そうイメージして、なんかね、多分ね韓国系かな、ビジュアルだけで言うと結構8人ぐらい、8人ぐらい、やば。結構黒っぽい感じだった。黒っぽい、確かに。うん、なんかすごい。手って書かれた感覚あります？え、これですか？いや、なかったです。全然なかった。今日家出てくる時に別に書いて出てきてない。書いてないです。そうですよね。みんなにできるんですか？みんなにできます、できます。どうやってやってると思います？このクレーンガイド。当ててるの。普段からずっと近くに置いてる。でも普段はストーカーできない。でもさすがにおばあちゃんの誕生日口に出してないですね。あ、でもよくコメントとかではストーカーやろって言われてます。そうです。めちゃくちゃ効率。めちゃくちゃ効率悪いからな。それ昨日見てないですかこの人。見てない。ほんまですか。記憶辿ってきます。どっかで。ぜひ体験してみてください。やばい、ほんまにやばい。めっちゃ怖いもんな。体験しないとわかんない。わからないです。 YouTube チャンネル新しくんっていうチャンネルをやってます、はい、よかったら見てみてください。YouTube 見ます。たまに見ます。何見ます。音楽とかばっかりです、はい、音楽やってるんで僕ら。嘘です。ケレス、ありがとうございます。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 めっちゃ気になってたんですけど、指どうしたの。指、なんやと思います。いや普通に答えてくれる。やけどしました。なるほど。危な、突き指って言いかけたわ。見た目だけで。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。